こんにちは。今回は第37回管理栄養士国家試験の問い69、基礎栄養学の範囲を解説していきます。問い69はこんな問題でした。この問題を解くにあたって難しそうだなと思うところは、この赤で示した吸収方法の部分だと思います。しかし実は今回の問題に限れば、これらの吸収部分は考えなくても大丈夫な問題でした。この動画ではまずそのあたりを説明してから、後半で吸収方法について軽く解説しておこうと思います。ではまず吸収方式以外を見ていきましょう。左側の栄養素、聞いたことぐらいはあると思うので、まずは右側の門脈とリンパ管について見ていきましょう。栄養素を吸収する経路はこの2つになりますが、吸収関連で覚えることは、どんな栄養素がこの経路から吸収されていくのかになります。ただし、とてもたくさんある栄養素を一つ一つ覚える必要はありません。というのも、この2つはざっくりと脂溶性の栄養素、または水溶性の栄養素、それぞれ分担して吸収しています。この部分は絶対に覚えましょう。これだけで1点取れる問題がほぼ毎年出てきています。ちなみに脂溶性の栄養素としては、脂肪、コレステロール、リン脂質、脂溶性ビタミン、そして調査脂肪酸などがあります。わざわざ調査と強調しているのは、次の水溶性栄養素のところでわかります。主な水溶性の栄養素としては、糖、アミノ酸、ペプチド、ミネラル、水溶性のビタミンや、青で強調した短鎖脂肪酸、そして中鎖脂肪酸があります。脂肪酸と名前がついているので、これらの栄養素は一見脂溶性の栄養素と勘違いされそうですが、実は短鎖や中鎖だと水に溶けやすい性質を持っています。ですので、これらは門脈から吸収されていきます。繰り返しますが、リンパ管と門脈、それぞれ脂溶性栄養素と水溶性栄養素が吸収されるところだというのは絶対に覚えて、そこに付け加える形で例外パターンの短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸を覚えておきましょう。これをもとに問題に戻ってみましょう。問題に戻ってきたので、左側の栄養素が脂溶性か水溶性かを考えてみましょう。それぞれこんな感じになります。調査脂肪酸やコレステロールは脂溶性の栄養素、グルコースなどの糖、アミノ酸、水溶性ビタミンの一種であるビタミン B12 は全て水溶性の栄養素です。ではこの時点でリンパ管、門脈との組み合わせを見てみましょう。リンパ管と門脈をそれぞれ色分けしてみました。そしてこの時点で正しい組み合わせになっているのは選択肢4番しかありません。冒頭にもお話ししましたが、実はこの問題、真ん中の吸収方式を全く知らなくても解けてしまう問題でした。もし今回の吸収方式のように、わからない単語が模擬試験や本番で出題されても、落ち着いてわかるところから選択肢が消せないか必ずチャレンジしてみましょう。さて、答えはわかったんですが、今回は解説動画なので吸収方式についても簡単におさらいしておきましょう。お手軽版第20回ではこんな感じでざっくりまとめているので、詳しくはそちらを見てほしいんですが、栄養素を吸収する方法には大まかに受動輸送と能動輸送があります。受動輸送はさらに単純拡散と促進拡散に分けることができます。受動輸送と能動輸送の違いは、エネルギーを使うか使わないかになるんですが、このあたりの詳しい内容は第20回を見てください。受動輸送と能動輸送、もう少し見ていきますが、最低限ここで覚えてほしいのは、色をつけたフルクトースとグルコース、ガラクトースといった糖の部分です。それ以外は、例えば油とミネラルは単純拡散で図の左側、アミノ酸の類は右側のように、この図の配置で覚えてしまって、最後に残る糖に関してだけしっかり覚えておきましょう。糖だけは物によって吸収方法が変わるのと、国試でピンポイントに出題されることがあるので、ここだけはしっかり覚えておきましょう。逆に言うと、とりあえずここだけ覚えておけば大体解けるようになります。また、促進拡散の方は大きな括りで言うと受動輸送ですが、赤色の能動輸送を覚えておけば、いずれにせよ能動輸送じゃない方で導き出せるので、
出題されやすい促進拡散と能動輸送で覚えておきましょう。さて、この2セットの覚え方ですが、読み方で覚えれば大丈夫です。促進拡散には濁点、点々がありませんが、能動輸送には濁点があります。そして、取り込む等も濁点なしと濁点ありで揃っています。これくらいくだらない覚え方でいいので覚えておきましょう。ちなみに万が一、能動輸送と受動輸送の区別がつかなくなった時には、脳にはグルコースみたいにして思い出せば OK です。こんな感じでイメージをどんどんくっつけていって覚えるのがおすすめです。ちなみにここにはビタミンが載っていませんが、脂溶性ビタミンは脂肪酸と同じだと思ってもらって構いません。しかし水溶性ビタミンはビタミンの種類によって変わったり、一部のビタミンは諸説あるみたいな感じなので、国試の勉強では覚えなくても大丈夫です。覚えようとすると大変なのと、直接それが答えになる問題を国試では出してこないので無視しておきましょう。その証拠に今回の選択肢5番も動画の最初でお話ししたように、能動輸送が正しいかどうか以前に、リンパ管で移送されるという部分で×にできます。なので、水溶性ビタミンの吸収方式については覚えなくて OK です。今回のまとめです。問69は栄養素と門脈、リンパ管だけでわかる問題でした。なんたら拡散と能動輸送、受動輸送については、糖やアミノ酸、ペプチドあたりで出題されることもあるので、先ほど少し触れたお手軽版第20回も見ておいてください。概要欄に URL を貼っておきます。最後に問題文だけを載せておきます。真ん中は無視してもいいので、左右の仲間分けをできるようにはしておきましょう。今回はここまで。お疲れ様でした。これからも分野横断的な解説や対策動画を出していく予定です。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。